ウィリアム・ハミルトン卿は、グレートブリテン王国の政治家。第4代ハミルトン公爵ジェームズ・ハミルトンの次男で、1734年に庶民院議員に当選したが、わずか2ヶ月後に死去した。第4代ハミルトン公爵ジェームズ・ハミルトンと2人目の妻エリザベス。1682年頃1744年2月13日、第5代、ジェラード男爵ディグビー・ジェラードの娘の次男として、1706年頃に生まれた。1726年に上バレンタイ隊長への就任が噂されたが、実現しなかった。英国議会史によれば、ジョージ2世により、神室侍従に任命されたが、ジェームズ老親王との文通を続け、侍従としての職務を全うしなかったため1733年に罷免された。一方、ロバート・オーランド・バックホルツによる宮廷職員リストではハミルトンの名前はなかった。1734年イギリス総選挙でラナークシャー選挙区から出馬して無投票で当選した。しかし、そのわずか2ヶ月後の1734年7月11日にペルメルで死去した。ウィリアム・ハミルトン卿の妻フランシス。1733年4月30日、フランシス・ホーズと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。フランシスは美貌と快活さで知られたが、父が南海会社の理事であり、南海泡沫事件により1721年に4万ポンドの財産を没収された。そのため、この結婚はハミルトンの兄にあたる。第5代ハミルトン公爵ジェームズ・ハミルトンに知らせずに行われた。ありがとうございます。